人がいた。なんか東上線富士見のあたりから人が乗ってきたから衝撃集中できないと思って瞑想してたよ。したらなんか朝霞あたりで気づいたんですけど、なんか濃い面になんか おっさんが座ってて、普通の人かなって言って、まあ、別に普通に目閉じてじっとしてたんで、おとなしくしてたら、なんか成松過ぎて過ぎたぐらい、そろそろ池袋着くかなと思ってちょっと目開けたら、遠い面の親父、おっさんっていうかおじ、遠い面のおじなんか一人でブツブツなんかなんかニヤニヤしながら一人でブツブツなんか言ってて、そう、今は全くそう、もうそれ一瞬で壺に入った。そう、一瞬で壺に入って吹き出すようになったけど、さすがにこう粛々としてるっていうか、まあ、おとなしくしてる甲状腺の車内吹き出すわけにもいかず、必死と、いやー、一瞬で壺に入れてきたわ。ビビった。そう、一発で入るから。ビビるよ、ああいう攻撃力ってすごいよ。一瞬で壺に入れてくるってなかなかないもん。そう、なかなかエッジ効いてるよそれって。いや、パンチ力あったわ、すっごいパンチ力あった。なかなかいないよ、そういう人なかなかいない。そう、なかなか、いや、よかったわ、ほんと。つらかった。すごいつらかった。一番つらい。今までで生きて弱い四半世紀ぐらい、半世紀ぐらい生きてきて一番辛いことだ、これ大げさなし、若干誇張してるけど、やや持ってるが、一番過酷なことの一つ。結構過酷ですよ、なかなか過酷だった。なんかそのおっさんがやっぱりみんな車内に入って気づいたんだ。なんかで、池袋駅降りた時気づいたけど、左の、座るところ一人行っちゃいいのに、なんかその自分のところ、そう、悪気ないっていうか自然体でしょ、悪さもない、言ったらすごい純粋な状態を維持してそこまで来てる。で、以前その後も純粋なまま、おっさんは、そう、おじは、純粋なまま生きていくんだったの。そう。
ビビったわ、あと、ああいう天然物がもうね、そう。ああいう天然はね、辛いね。天然物が一番面白いわ。どう考えても。そう、やっぱり面白いやつ、そういういっぱいいるから、そうでしょ、絶対都内の方が面白い。金かけてなんか遊ぶとか、そういうのがたくさんあるとか、そういうのは別にどうでもいい。うまい飯屋さんがあるとか、そう、ああいうのがいるから、やっぱりあの、なんか平行みたいな感じだったよ。平行にちょっと寄せたな。寄せてるっていうか、別に普通にしてるんだろうと思うけど、ビビったわ。笑いこらえんの必死だった。いきなり、そう、もう吹き出しそうになっちゃうから、そう、必死に口角を抑え、なんか、メガネ拭いてるふりして、必死に口角が吹き出すのを止めようとしたけど、そう、やっぱり。いや、つらかった。電車の中でも、ああいう天然物に一発で笑いのツボ入れられると、もう収拾つかなくなるから、その後本当に歯止めが効かなくなる。そう、なんか本当、なんかそういう人たまにいるよね。すごいおっぱいだった、今ちょっとわざとこう、あの、鳩目にして、ちょっとこう、そう、ちょっとおっぱいを強調するっていう。